はい、テザー放送哲夫です。どうもお疲れ様ですえー、本日5月22日ですね。はいえー、5月22日はですねえー。収益発表ですね。はい、ありがとうございます。 えー、毎月、えー、この日が来るのを楽しみにしておりますね。やっぱりあの、お金がもらえるというのは、えー、すごく嬉しいことであります。はい。えー、まあ副業としてですね、これぐらいの金額をもらえれば、えー、結構いいなと。はい。もう、はよ、<laughs> はよ、金額言えよと。はい。えっ、ー、と、まあ、過去ですね、ずっとあの、えー、自己紹介の後にずっとあの、金額すぐに言ってきましたが、えー、今日は若干引っ張ろうかなと思ったんですが、えっ、ー、と、言います。えー、13万5千ですね。 はい。えっ、ー、と、これが4月分です。えっ、ー、と、まあ、今は5月の22日なんですけども、えー、と5月の22日に、えっ、ー、と、4月の動画の収益が、えー、と振り込まれました。はい。えっ、ー、と、13万5千円でございます。はい。皆さんどうも。 ありがとうございました、えー。皆さんのおかげでですね、えー、今月も、えー、10万を超える、えー、収益をいただくことができました。本当に感謝しております。はい。も、え、う、ーまあ、言っちゃいましたね。はい。えっ、ー、と、まあ、ここでですね、離脱していただいても、あの、大丈夫ですね。あの、このおじさん10万以上もらってんだと、はい。それでも満足だなっていう人は、あの、まあ、ここでやめていただいて全然大丈夫ですね。はい。えー、あの、くだらない話で後ろまで引っ張って、プレステ3台分みたいな、そういう言い方は僕はしませんので、はい。えっ、ー、と、ここで終わっていただいて結構です。 はい。そして、まあ、ここからは若干の雑談というか、えっ、ー、と、まあ、僕のこと知らない人、まあ、いると思うので、軽く自己紹介もしますが、えっ、ー、と、トラッカー系ユーチューバーのおじさんです。はい。自己紹介以上ですね。はい。まあ、こんな汚い顔で、えー、あの、トラック乗ってましてですね。はい。えっ、ー、と、まあ、それを、それを、走行動画を撮ってるわけではなく、僕は、えー、基本的にこの、えっ、ー、と、 あの、汚い部屋の中からですね、あの、トラックに乗るための、えー、お役立ち情報であったりですね、えー、まあ、そういう、まあ、日々の雑談的なことを、えっ、ー、と、お話しして、えー、まあ、この YouTuber としてやってるわけです。まあ、専業の YouTuber ではなく、あの、副業ですね。えー、トラック乗りの副業として YouTube という、えー、まあ、副業の仕方、えっ、ー、と、副業の形、副収入の取り方はいいんじゃないでしょうか、ということで、あのー、まあ、やっております。はい。えー、まあ、 13万5千円もらってます。13万5千円っていうと、まあ、あの、副業としてはですね、それなりのボリュームだと思います。はい。で、まあ、何度も言ってますけど、僕、あの、iPhone。 えっと、ケース電気で買った安い iPhone ですね。これ、はい、えっ、ー、と、iPhone7 かなはい。かなんか1本で撮ってます。はい、えっ、ー、と、マイクも使ってません。で、まあ一応あの三脚はですね、あの、買いました。<laughs> 三脚は2500円ぐらいのやつをですね、またやっぱケース電気で、僕ケース電気大好きなんですよ。はい、あの、ケース電気にみそのさんっていう店員のおじさんがいるんですけど、もう僕はですね、そのケース電気に行ったらみそのさんの言うがままですね。あの、みそのさんがこれがいいですよって言ったら、じゃあそれくださいっていう。あの、僕まあ完全にそういうの素人の なので、はい、あの専門家のみそのさんみそのおじさんが言うことをですねそのまま、えー、信じてそれを買うというはい、そういうスタイルでございますねなのでまあ三脚はその時はあのいなかったんであの適当な、えー、一番安いやつ買ったんですが えー、ちなみに前使ってた三脚がこれですね。はい。もうなんかのおまけでもらったあの車用のホルダーですね。はい。ええー、それにこのなんか g ショックが入ってきたカンカンに、えっ、ー、と、小銭を詰めて重しにしてですね。えっ、ー、と、まあ、それでこれで挟んで、はい、ここにドンと置いて、はい、取ってたという、はい、こういうことで、あの、ここのもう吸盤がバカになったんで、ガムテープでぐるぐる巻きにしてやってたんですが、えさすがにちょっと貧乏くさいぞと。はい。そういうことなので、えー、三脚は買いました。はい。えー、なので、YouTube に対する、えー、投資です。 投資は大体、まあ、マイクも買ったんですが、えー、使ってませんそれを合わせても3000円ぐらいです、はいえー、そのぐらい3000円ぐらいの投資で、えーまあ、あの YouTube という、えー、プラットフォームで副業をしてまして、えー、それで今月13万5000、えー、だいぶ減りましたね先月が確か16万いくらだったので、えーまあ、若干減りましたただあの先月はですねやっぱりあの1年のうちで一番広告量が多い月3月ですので、えーまあ、あのそのぐらいの金額になったとこれ、えー、今月はですね 多分あの最低額を更新するんじゃないかみたいなあの話前回したと思うんですがあの最低額は更新しませんでしたねはいえー、とまあ、うん、これいろんな内訳があったりするんですけれどもあのー、そうですねあのー、トランザクションの収益って言ってあのー、まあ投げ銭、えー、ラ,イブライブやった時の投げ銭のお金とかが結構入ってきたりとかですねあのー、まあ ちょっとあの小バズ、こばず、バズったってほどではないんですけども、若干あの再生回数が上がった動画がですね、えー、4月は何本かありまして、えー、それでですね、あの、ちょっとその動画が稼いでくれて、えー、まあ、最低額更新ということにはならなかったですね。はい、13万5千もらいました。えー、これ、4月の推移、ちょっと遅れましたが、えー、とデータをお話ししますね。4月はですね、えー、再生回数が約30万回弱ぐらいです。はい、まああの、 細かくは言いません。30万弱ぐらいですね。 えっと、登録者さんが大体プラス1000人ぐらいになりました。えー、なので、多分サムネには7000人ってあの出すと思うんですが、大体まあ7000前後してますねっていうことです。はい。えー、1ヶ月でプラス1000人になりましたと。はい。まあ、えっ、ー、と、正確にはプラス1035人ですね。はい。で、えー、収益が13万5000。えっ、ー、と、あの、端数切り捨ててますね。はい、えー。で、動画がですね、36本出てます。はい、4月は。えー、<laughs> 4月1ヶ月で36本って結構な数ですね。4月は 30日までなので。 えー、まあ、1日1本以上出した計算になります。で、これですね、打ち上げ手としては、えー、ライブが8本含まれてます。ライブ8本含んで、えっ、ー、と、全部で36本の動画を出してるということなので、えー、レギュラーの動画自体は、えっ、ー、と、28本、はい、っていうことになります。なので、まあ、えー、レギュラーの動画をほぼほぼ、えっ、ー、と、毎日1日1本出して、えー、その後にライブをやったのが、えっ、ー、と、8回、えー、ありますよっていうことで、まあ、えっ、ー、と、その4月はですね、 えー、567の,あの自粛期間が始まったとかそういうのであの結構世の中的にあの多さにしてたあのピークの時期だったので、えーまあ、自粛をちょっとあの応援ということではないんですが、えー、それでですねあのライブをやって皆さんと憂さ晴らししましょうよということでですねライブ多めになりましたね、はい、でライブ多めになったのでライブってそんなにあの、まあ、再生回数いかなかったりあの実際はそんなにあの んこれ言い方が変かもしれませんけど、あの儲かる動画ではないんですよ。はい、えー。なので儲かる動画ではないんですが、あの結構あのトランザクション、 の収益、えっ、ー、と、スーパーチャットって言って、あの、投げ銭の機能ですね。はい、皆さんにあの、投げ銭していただきまして、えっ、ー、と、それが結構、あの、うん、行きました。数万円、数万円といっても、えっ、ー、と、3万円弱ぐらい、えー、8本で、えっ、ー、と、3万円弱ぐらいのあの、投げ銭をいただきましたので、えー、それをプラスして、えっ、ー、と、今月この収益額になりましたと。はい、えっ、ー、と、こういうことになります。まあ、やっぱりあの、1000人、えー、 収益化のハードルである1000人と4000時間をクリアすると、えー、ライブ放送も、あのー、スーパーチャットの投げ銭ができるようになりますので、えっと、それでですね、いくらか、あのー、プラスアルファになりますよ。あの、広告収入だけではなく、えー、その投げ銭の機能でプラスアルファの、えー、収益になりますよと。はい、そういうことでですね、はい、あのー、素晴らしい収益額だったと思います。はい。えー、何度も言いますが、僕は基本的にはトラックの運転手です。まあ、あの、実際は今、あの、ちょっと仕事辞めちゃったんですけども、 まあトラックの運転手として、えー、まあそれをあとメインにして、えーと 給料をもらって生活をしてますと。で、それの足りない分を副業で、えー、補いましょうということでやってですね。まあ、あの、このぐらいの金額がもらえればいいと思います。<coughs> そして、それにかかっている時間とか、えー、と手間とかですね。えっ、ー、と、そういうのは、えっ、ー、と、毎回お話ししてますが、えー、ほぼほぼかかってません。えー、この10分の動画を、えっ、ー、と、10分見返して、で、アップロードするだけです。なので、本当に、あの、撮ろうと思ってから、えっ、ー、と、アップロードして、えー、YouTube の,あの画面に出るまで約30分ですね。 はい、僕はこの毎日30分副業してます。そういうことになりますね。まあ、あの、だから台本書いたりとか、あの、ネタ考えたり、で、ネタを考えるのに何もネタがなかったら、やっぱりあの、日経新聞読みますし、あとはあの、業界誌、あの、まあ、トラック、物流の業界誌みたいなのがネットで出てるので、あの、それを隅から隅まで読んだりとかですね、あとはまあ、テレビを見たりとか、えっ、ー、と、先輩の運転手に電話かけたりとか、あの、知り合いの社長さんにちょっと会いに行って、あの、お話聞いたりとか、はい、そういうことも、まあ、あの、しなくもないです。はい。 えするんですが、まあ、結局ですねこのお話しして、えーとまあ、見返してアップロードするのにだいあの30分,、はい、30分でやってますと、はい、こういうことなので、えー、まあ で、投資はさっき言ったように3000円ですしえー、まあこれってなかなかいい副業なんじゃないかなとはい、と個人的には思っておりますねはい、まあ個人個人ですねあの走行動画で後から音声入れたりとかですね、あとあの積み込み風景を撮って、えーともう本当にちゃんと編集してですねテロップも入れて、あの数時間かけて編集して、あの本当にちゃんと動画としてあのみっともなくないあの綺麗な動画をあの上げてらっしゃる方もいます。<laughs> で、ちゃんとしたあの、えー、高額なカメラを使 撮ってですね、あのー、高額な編集ソフトを使って、えー、アップするという、はい、そういう方も、えー、と中にはいらっしゃいますし僕みたいに、えー、と自分の iPhone で、えー、と撮ってそのまま上げるという、はい、こういうスタイルの人もいます。結局ですねあのお金が稼げれ,れば何だっていいのでそして見てもらった人がですね重要なところは、えー、と見てくれた人が <laughs> 面白いなとためになったなとでもう一回見てやってもいいなとこう思ってもらうことなので、えー、と高額のカメラを買うこと,、えー、と編集ソフトを、えー、ちゃんとしたものを使って って編集することもも大事かもしれませんけど結局一番大事なのは、えー、と見てもらった人に楽しんでもらうことなので、えー、とそこを一番に考えて、えー、設備投資を少なくそしてあのまあ低コスト低スペックでやっててもです、ね、あの大量生産できるっていう、はい、毎日一本こいつの動画上がってくるんだよな一応見てやるかみたいな、えー、と見てもらう人たちのための,あのルーティーンに組み込まれる、はい、そういうあの放送をえっと目指して、えー、僕は一応やってです、ね、一応成功例ということで、えー、いいのかなと。 はい、思っております。あの1日10分間、はい、毎日お付き合いいただければあのいいなと、はい、思います。たまにお役立ち情報もポロっと出ますし、えー、役に立ったなってあの言ってくださる方もあの結構いて嬉しいですね。はい えー、本日、まあ、あの、収益発表なんで、えっ、ー、と、以上ですね。ちょっと長々雑談してしまいましたが、えー、どうもありがとうございます。えー、本日ですね、金曜日なので、えっ、ー、と、この後ライブ配信、えっ、ー、と、8時ぐらいからやろうかなと、えー、まあ、考えてますね。えっ、ー、と、まあ、ちょっと昼寝しちゃったらやらないかもしれないんですが、多分、えっ、ー、と、8時ぐらい前後して、えっ、ー、と、ライブ配信今日は、えー、やろうかなと思っております。はい、以上、鉄ザン放送、鉄ツでした。どうも、ありがとうございます。ごきげんよう。